今見えているのは別府大学地域連携プログラム文語、ここにですね、大変素晴らしいことに税語の PDF 版があるんです。ちょっとダウンロードしてみます。非常に軽いですからね。そうするとこういうふうに天地地図、税語1、天地地図上、日本鎮西三浦進安定帳、この定の字はこれを使ってますね。かなえを使っています。安定ではないです。これは将軍の名前の関係だったんですよね。定は使うなということだったんです。で、まあ進む稽古に乏しいといえども、しかもこれを天地に長するはすなわちあり、それ我天地を持っておる、陰陽を持って立つ、善悪の功にあたり、天神の際に遊ぶ、うんぬんとあるんですけども、これは白丸行ですね。白丸傍天の行であると、ずっといくと白丸傍天の行があって、これがまあ前書きですね。これどう読むんでしたか。安永おつみ秋7月しるす天地君一話二を五す、言語によく似てますね。ゆえに、これは今時てしかして三立す、二一を開くを一を分かつに変えてますね。ゆえに、三して三として、しかして混成する、一は聖なり、まあ、一者一なるものは聖なり、ここに連字符があります。聖なりになるものは体なり、この辺はもう言語の記述とよく似てまして、これ黒天行黒天行、白天行白天行、まあ陰の行と陽の行というふうに言えば言えますね。そうでない、そうはっきり判別できない場合もあります。でそれでまあ真金輪としてリス、金輪として仏金輪として真にリスかな、真仏仏として仏に化す、仏はこれ体の根とかね、本根精鋭の根ですね。こういうふうにして見ていくと、黒天行白天行黒天行白天行って白丸行白丸行ってあるでしょう。でここに朱でこういうまあフォルダがですね、だから結局こういう書き方を税語でもしているということなんですよ。黒天行白天行、黒天白天、白丸行黒天行白天行、こういう記述法を税語でもやってるんだけども、税語をこんな風にきちんと並べた人はまだいないんですよ。しかし並べないといけないんです。そしてこういうところですね、ここはここまで、人の方位って書いてますね。ここまでがそうだと。自中清掃の二書、ここまでと。それで、これがここのこうした時のこういう階層表示におそらくなってるんですよ。それでこの階層は、税語の方が早かったんです。言語が後だから、この時にフランスのエンサイクロペディア、ディドロやダランベール、ルソーも関わっていましたね。あの時の
構成を知った可能性があるんです。つまり、百科全書エンサイクロペディアの、構成ですね、これを知った可能性があるんですよ。そしてこんなふうな構成にしようと思った。言語はそうなっているわけですよね。言語はそういうふうにしたわけです。こんなふうに。でそれで前後もそうなっているはずなので、もうなっていることは間違いないので、これ初期入力ができているはずですから、これをもとに文字構成をしてですね、そしてこういう形にして、なおかつまた読み下しで振り仮名振ってですね、そして、現代語訳と英語訳をつける。それもまた国際的な研究として必要なので、常用漢字版とまたこういう繁体字版を作っておかないと、常用漢字は台湾や北京とか欧米の中国学の先生方は常用漢字は読めないはずです。漢文としては読めないはずです。ですから、まあ国際的な研究においてはそういう作業が必要だということを申し上げて、ぜひとも、もう大変素晴らしい、また地元の人間としてはもうこんなありがたいものはないんですけど、ここに税語があります。漢語はまだです。漢語は実は GHQ 焚書図書の対象だったんです。そこに三浦梅園という思想家の非常に、まあ、立場の苦しいところがあったんですけど、まあ、あと3年ぐらいでそれも消えるんじゃないかと思っています。ではこれで終わります。